久保さん、億万長者合宿のアフターホール半端ないっすね。<laughs> 多分ね、絶対いないですね。販売終わってからこんなやるやついないと思うんですけど、はい。まあ今回ね、安いにしましょうか。まあ久保さんが言う通りね、まああの、一例あると思います。ただ僕の一例を言うならば、別にドリームアカデミーも,も最初から120万じゃなくて、ドリームアカデミーは一番安い時は相当安かったですからね。だから値上げしてたわけなんですよ。 で、その値上げしてったことに対してアーダコードで言うんだったら、仮想通貨アーダコード言ってください。ビットコイン2009年、ビットコインの一番最初の2009年ぐらい、十何年前出た時は1円以下ですよ。じゃあ今何百万とか、今50万ぐらいですかね。さっきちょっとビットコインの今相場見たんですけど、今50万ぐらいかな。で1円以下のね、通貨がね、50万、ふざけんなって言ってくださいよ。仮想通貨ほとんどそんな感じですから。<laughs> だからそこはね、しょうがないんじゃないかなと思うんですよね。 いや最初からじゃあドリアが120万で売ってたかっていうと徐々に値上げしてたんででたまたま今見てる人はそれはしょうがないよねって話ですいませんみたいな <laughs> そのビットコインね五十万1円以下なのにふざけんなってずっと言うんすかみたいなすいませんそれはしょうがないじゃですよね値上がりするしねなんか最近またねいろんな物価が値上がってますけどまあタバコもね昔200円セブンスターとか200円とかで買えたんだけど今600円でしょ 文句言いいいい続けててくださいっていうが仕方ないとで僕は申し訳、僕のい、まあ一つ言えるところがあるとするならば、久保さんより商品ラインナップ無限にあります。390円の商品も売るし、まあ今月ね、また、あの、なんか4月1日僕キャンペーン終わったんで、またキャンペーンするんですよ。で、次3000円なんですよ。価格も決めてるんですけど、そっか塾3万円の頭金でしょ僕3000円で売るんで。 うん、じゃあそれ3,000も分取りやがってって言われるんだったらそれはそうすいませんって話ですけど <laughs> 別に僕はあの安い商品も売ってるんでだから今のドリームアカデミアのポジショニングっていうのは高い金払ってでも学びたいっていう人だけに入ってもらえればいいんですよ別にぶんどってるとか1ミリも持ってないですね1ミクロもそれだけのお金を払ってでも学びたいっていう人にが入ってもらえればいいと思ってるんですよね で、さらに1年に1回ぐらいのせい、1年に1回しかセールスしてないですから、ドリームアカデミアなんかは。もう。うん。だから、いつも売ってるやつは安い商品ですからね、基本的に。うん。だから、それで、まず安い、まあ、今回も3000円でまた出しますけど、3000円で勉強して、で、稼げるようになって、まあ、もっとっていうことであるならば、ドリームアカデミアっていう選択もあるよっていう。だ最初は軽自動車だけども、じゃあ、お金が稼げるようになって、フェラーリという手段もあるよとどうしますみたいな。 ランボルギーニもありまますすよどうしますっていう,っていうそれを置いてるだけであってもうランボルギーニしかないからランボルギーニ買えって言ってるわけじゃないですから僕は <laughs> まあこれは僕のあの弁論ですけどね勝手な弁論ですけど <laughs> で実際ねまあ、僕のお客さんでじゃあ990円だったかな980円ぐらいで商品売ったことがあるんですよでその商品を買ってもうず と、もう3年ぐらいい稼ぎ続けてる人いる人んですよ。その商品がきっかけで。だから、安いから稼げないっていうわけじゃないんですよ。逆もしかりで、ドリームアカデミーに入るから稼げるかっていうわけでもないんですよ。結局、安かろう高かろうやらないと意味がないので、まあ、それは言ってますけどね。ただ、あのドリームアカデミーは僕の一番のメインのところなので、まあ,あの、気持ちが違いますね。 まあ出してる、まあ、なんだろうな。うん。まあ、いろいろ違います。うん。いろいろ違います。うん。でも、別にその違いがなくても、安い商品でもね、別に学んで、まあ、ぶっちゃけ無料の動画でも学んでね、稼げるわけじゃないですか、今。<laughs> え、無料の動画見て稼げないんだったら、みんな見ないですよね。<laughs> どうすか <laughs>。 まあ全員が稼げるかどうか分かんないですよ。有料もそうです。無料もそうです。無料で稼げる方法いっぱい今ありますよ。別に YouTube で話してくれてますよ。無料で。なんかね、前、青汁王子のなんかライブ聞いてたんですけども、まあ僕は青汁王子じゃないんで分かんないですけど、青汁王子の放送を聞いててアフリエイト始めました。青汁王子の話を聞いてなんか始めました。で儲かりましたと。 いいいうようよな意見が届いてるみたいですけどねだから無料でね、ライブとか無料でこう発信したの聞いてやってみて、稼げましたっていうのが言ってるみたいです。だから今は別にその昔と違って情報はもう無料で出てるわけですから別に買わなくても稼げるし。ただ、なんで買った方がいいのかっていうと、うん、まあ、動機ですね。動機がない人が少なすぎるので。うん。買った方が うーん、なんだろうな。うーん、まあ人それぞれなんですけども、無料でもらうよりかは、有料で自分で買った方が大切にするだろうし、有料で買った方がやってみようってもなるだろうし、うーん、その動機を売ってるようなもんでもありますからね。まああとはまあサポートですね、僕の場合は。自分で一人でね、こう学んでもね、サポートは受けられないじゃないですか。まあ Google で検索すればね、 あの出てきますけどもサポートはサポートと言っていいのかなそれわかんないですけど僕はサポートに付加価値をつけてるような感じですね今は、うん、サポートにそれは Google で検索しても出てこないことがあるわけですよ例えば久保さんの経験 じゃあ、Google で検索した情報って、久保さんが経験したことが全て載ってるのかっていうと、全て載ってないですし、ピンポイントでも来ないんですよ。じゃあ、○○さんはこういうステージだから、これやってみたらどうですかっていう久保さんのアドバイス。これは、Google に聞いてもわかんないわけですよ。だから、自分の状態によって、じゃあ、ここ、ここっていうのは、やっぱサポート受けた方が、なんだ、早くね。Google で検索するよりかは早いだろうし。うーん。 まあ、グーグルでいくら検索しても出てこないこともありますからね。うん。その自分に合った情報ですよね。うん、しかもそれを、なんか言葉でしっかり伝えてくれる。ワンツー動画で伝えてくれる。まあ、グーグルで検索するじゃないですか。こんにちは、グーグルです。今日は、あの、まるまるさん。 悩みに検索していただきありがとうございます。この悩みについては、えー、こういう検索結果で、多分あなたはこういう状況なので、この情報、このページにアクセスして、これを学んでくださいっていうふうに、Google がね、ワンツー動画作って、なんかあなたに語りかけてくれるような時代になったらわかんないですけどね。<laughs> ねんくさんね。検索今日もありがとうございますみたいなね。検索したらいけないワンツー動画出てくるみたいな。どうも、Google ですみたい。な Google 先生ですみたいな。今日も検索ありがとうみたいなね。 うん、君はこういう状況だから、うん、では多分ここいいよみたいなね <laughs> なんか結局今の状況って、まあ、検索ワードに情報は出てくるんだけど自分でやっぱ探さないといけないんでうんうだまあ一人でね自己解決できる人は一人で検索して一人でやれますから一人で成功すればいいんじゃないかなと思いますで僕が商品売ってる人は一人で稼げない人ですから 一人で成功できない人なんで、僕のお客さんは。一人で成功する人、できる人は、一人で自分で検索して、自分で問題解決できる人は僕のお客さんじゃないです、そもそも。だって自分で客自己解決できるわけじゃないですか。そう、自分でダイエットできる人に、別にダイエットの方法を売らなくていいんで。で、自分で一人でダイエットできない人に僕はライズアップを売ってるだけであって。うん。でそれ悪いことですかっていう、逆に。悪いことですか 一人でダイエットできない人に対してライズアップを売る。悪いことですかライズアップは詐欺ですか、うん、別に一人で痩せられる人は一人で痩せられるわけじゃないですか。痩せる方法も無限にありますよ、よそんなの、うんううんまあ。とりあえず、何でしたっけ安いか、まあ。安い商品も今月またあの3000円で売りますんで。3000円で <laughs>。久保さんの速価塾の10分の1の価格でなんと 速家塾の頭金3万円の10分の1の価格で <laughs> 売りますんで <laughs> あのスプリングキャンペーンですかサマーってなんだまあ春ってスプリングですかスプリングキャンペーンスプリングキャンペーン春ですよねスプリングスプリングキャンペーンであります春春ですから 3, 円です速化塾の10分の1ですす塾のの分しかも残金必要ないです。残金のお支払いも一切ない。ずっと学べます。い <laughs> ってらっしゃい。